超微量局所投洋デバイスで患者の q o l を向上するアットドースアットドース株式会社代表取締役中村秀則です自己紹介をさせていただきます私はものづくりとシステム開発の経験を持ち前職ではトーマベンチャーサポートでベンチャー支援を経験してきましたその際この技術を持つ会社を支援する機会を得ましたまた私は家族が 病気で苦ししむ姿を見てきました。その中でものづくりや IT がもっと医療業界に貢献できることがあるのではないかという漠然とした課題感を持っていました私はこのアットローズという技術に出会った時残り20年の人生をかけてこの技術を世の中に広める活動をしたいと思い会社を立ち上げ7年目になりますそのミッションとは大切な人の尊厳を守るため健康に必要なものを必要なだけ届ける ビジョンとしては、超微量局所投与により優しい医療を実現します。また、未知への挑戦を恐れず、多様性を尊重し、プロセスを楽しむということをビジョンに掲げています。私たちが想定する顧客、それは抗がん剤によるがん治療です。がんになると、日本では特に抗がん剤を点滴で全身投与します。そこでは、 脱毛、吐き気、口内炎といった副作用がどうしししてても発生してしまいます今医療の現場ではこの副作用は当たり前のことと捉えられていますけれどもこれをなくすことができるのではないかその手段として抗がん剤をがんの幹部に、局所に、に局微量に直接投与するこれにより余計なところに抗がん剤がいかない抗がん剤の副作用をなくすことができると考えています。 こちらが私たちの最新の作品です。一番の強みはポンプにあります。手のひらサイズのポンプの真ん中にセラミックがあります。セラミックはたくさん穴が開いています。この状態で水に入れると、セラミックと水の間でマイナスイオンとプラスイオンに分かれる電気二重層という状況が発生します。この電気二重層の中で電流をかけると、 電気の流れが水の流れに変わる、この水の流れをポンプとして活用しています。動画を見てください。ポンプに電流をかけると、手前のチューブが水ですが、この水が吸い取られて、ポンプの反対側から吐き出します。吐き出された水は、この動画では赤い液体、これが薬液です。この薬を水で押し出し、 押し出された薬液が針の先からポタポタと流れ落ちているのがご確認いただけると思います。私たちのデバイスは、水を押し出すポンプ、そして水から押し出される薬液、関節駆動の形で動作します。その結果、薬剤は電気的な制約を受けないということも特徴になっています。また、このポンプはとても強い力を持っています。 27ゲージ30ゲージといった内径がとても細い針であってもまた粘性の高い薬液であっても強い力で押し出す力を持っていますこのの電気浸透流という技術は19世紀に発明されたものです長い時間実用化が待たれていましたけれども私たちは2017年に電気浸透流ポンプを医療の分野に活用する実用化に成功しました。 その際会社を立ち上げる前に特許を出願しまた2020年に私たちは新たな特許を出願しています電気浸透量ポンプの特徴は電流を変更することにより速度をコントロールできますのでセンサーやプログラムと組み合わせた制御ということを実現したいと考えていますまた特許以外にも私たちのノウハウとして電気浸透量ポンプ このコアになるセラミックの加工が私たちのノウハウです。セラミックには微量に金属を混ぜ合わせています。その配合割合やセラミックを焼き固める際の加工の温度、そういった条件を様々組み合わせて私たちのチャンピオンデータとして保持しています。アットローズの名前の由来です。アットは10のマイナス18乗、超微量を意味します。また局所という意味も持っています。 ドーズは服薬、一服といった投薬を表す言葉です。アットローズとは中微量に局所に投薬するという意味で名前を付けました。私たちは二千十七年九月に横浜で会社を設立し、その後経産省の指導プロジェクトでシリンコンバレー派遣メンバー二十名に採択いただきました。また二千二十年に横浜市ビジネスグランプリにてファイナリストオーディエンス賞を獲得しました。また。 2022年神奈川ビジネスオーディションにてファイナリスト神奈川県知事賞を獲得しました2022年4月には国が医療機器の製造を支援する a m e ド事業に採択をいただいておりますまた2020年7月には神奈川県より第一種の医療機器製造販売業の許認可をいただいており私たちが医療機器としての登録が実施できる体制を整えています はじめ中村と平藤の2名で立ち上げた会社ですが現在ではこのような様々なメンバーがチームに加わっています特に城西大学の藤堂先生とは私たちのコンセプトを実証するための動物実験を行っておりその内容をご説明させていただきます抗がん剤を乳がんモデルのラットに対して2日に1回14日間投与します通常の電信投与の場合と比べ アットドーズを用いた微量の局所の投与でどのような効果があるかを確認しました一つ目、腫瘍の大きさがどうなったのかに着目しています赤いラインが通常の全身投与の場合です当然腫瘍の大きさが大きくなることは抑えています薬剤の量を減らした場合には腫瘍の大きさが大きくなってしまうのですが青いライン、局所で投与した場合にはしっかり薬が効いている ことが確認できています動物実験を行う場合には癌が治っても副作用で動物が痩せほって死んでしまうということが起きますまさに赤いラインはそのように体重の減少が起きていますアットローズを用いた青いラインでは体重の減少を軽減しているというこれによって副作用の軽減を見て取れると考えています また通常の詩人の投与と比べ電気浸透流ポンプの投与では正常な細胞や血管に抗がん剤が露出するという血管外漏出腫瘍外漏出を軽減するデバイスとして確認ができています。これらの成果をフロンティア・イン・ドラッグ・デリバリーという論文に掲載していただきました。今後、同じような動物実験を行いたいたとと、考える研究者と 共同で開発を進めていきたいと考えていますまず第一に対象とするのは日本でたくさんの方々が苦しんでいる乳がんです特に乳がんのステージが進むと他の臓器と癒着して手術で取り切れないという状況になります私たちはこのようながん難民と言われる方々に対してアットドーズを用いて腫瘍を小さくしたりそれ以上大きくならないということで ががとと共存しながら生活ででききるる世の中が実現できると考えていますまたコンセプトとしては外からダイレクトに局所に投与するという投与方法を想定していますので乳がん以外にも前立腺がんコートがんといったがんからチャレンジしたいと考えていますこれらの活動を日本で進めるためには薬とセットにしたコンビネーションデバイスとして上手する必要があります。 つまり私たちアットローズと組んでくれる製薬会社とパートナーシップを結ぶ必要があるということですしかしながらまだまだ私たちは医療機器としての上司実績がありませんので日本で組んでくれるパートナーを見つけることが難しい状況でしたつまり鶏と卵の関係になってしまっていましたそれを解決するために私たちはインドでの事業化を目指していますインド展開の理由は インドの医療課題、パートナーとの出会い、そしてリバースイノベーションの三点です。インドでは、人口増加、高齢化に伴い、癌の患者が非常に増加しています。特に私たちが対象としている乳がんや口腔がんの患者というのは増えています。アットドーズによる活躍のフィールドが高まっていると考えられます。その中で、私たちのコンセプトに共感してくれるたくさんのメンバーと出会うことができています。 現在インドでの事業を立ち上げておりこれからプロジェクトを始動させる予定ですその中でリバースイノベーションという考え方を取り入れていますインドでは固定電話がなく携帯電話もなくスマートフォンが普及しているため超音波診断装置を作る際に今までであればボタンや画面が必要であったしかしスマートフォンと接続するのであれば安くていいものが コンパクトに作れるその結果インドで販売したところヨーロッパでも開業間の間もない医師たちが経費削減のためにこの超音波診断装置を買い求めるという現象が起きていますこの例と同じようにインド初の医療機器メーカーというのはまだまだ多くない状況ですインド政府も力を入れる中で 私たちのデバイスを世の中に出すそしてインドで実績を積み上げた後に海外へ展開していくそういったリバースイノベーション戦略を実,際実,実現したいと考えています私たちは2022年の8月に現地法人を立ち上げています先ほどご紹介したように私たちのコアの部品であるポンプは 非常にノウハウが高いものですので引き続き日本国内での製造を続けますそしてアットローズインディアに輸出した後にインド全体に展開するために現地のパートナーと協力をしながら事業を推進していきたいと考えています最後に私たちの実現したい世界をご説明しますアットローズの価値は超微量の投与局所の投与持続的な投与ができるという3点です これを使って抗がん剤の治療や眼科の治療、そして外科的な治療手段に活用できるのではないかと考えています。また将来的には昨今の盛り上がりを見せる遺伝子治療、再生医療にも活用できると考えています。なぜならこれらの領域では極素で微量に投薬するというニーズが高まることが予想されるからです。全体計画をご説明します。私たちは会社を立ち上げて以降、 エイメド事業への採択を経て今年度第1号の医療機器を上手する計画で進めていますその後さまざまなパイプラインに展開を図り私たちが新たな投薬のプラットフォームとしてさまざまな領域で活用できる医療機器を開発したいと考えています私たちが実現したい世界それは新たな治療手段を獲得することにより 例えば病気になった時に子供を産むのを諦める転職するのを諦めるそういった何かを諦めなければいけないそういう世界をなくしたいと考えていますこの技術が普及すれば日々の生活を維持しながら日々のライフスタイルに合わせた治療が実現できると考えておりそれが患者中心の医療につながると考えています神奈川から世界に進出するアットローズに 皆様の温かいご支援をお願いいたします。ご静聴ありがとうございました。